僕たちから見本を見せよう。まずは僕たちにラーの鏡を掴んだ。いいな、アネッサ。おお、じゃあリックはやっぱり違うんだ。ごめんな、散々疑って。あ、頼むぞ、リヒョス。あ、シドウも、え、シドウもまさか破壊士になったりしないよね。あ、でも、一回浴びてるもんね、シドウ。じゃあ、リックから行けますか。ラーの鏡で映せば、この城に魔物が潜んでいるか分かるはずだ。じゃあ、使う。これは、僕の顔が映っているね。ということは、僕は魔物じゃないってことだ。なんだか安心したよ。疑われてたからね、主に、ビルダーに。はい。近すぎた。どうやら私の顔が映っているようだ。これで疑いは晴れたな。シノもやるの？リオロス、城の他の誰かを疑うなんてこんなことやめようぜ。そしてシドウにも使う。しかし不思議なことに、シドウの姿は鏡に映っていない。ああ、やっぱりな。うわ、どうすんのこれ。なんだよ、真実を映すとか言っても何も映ってないぜ。とんだ肩透かしだな。それにしてもまさかお前が俺にまでそんなものを向けるなんてな。ち、なんだか気分が悪いぜ。お前俺のこと信じてないのか。いや、そういうわけじゃないんだけどね。そういうわけじゃないんだけど、この空気的に一応全員やんなきゃダメでしょ。これで3人は魔物ではなかったということになる。指導が映らなかったのは気になるかな。あ、まあ魔物ではないからそういいよね。ではリオルスよ、3人以外の城内の者にラーの鏡を向け、人間に化けた魔物を見つけ出すのだ。あ、じゃあ王様よろしくお願いします。早速王様に。あはは、わしの端正な顔が映っておる。魔物ではないということだな。あ、特に怒ってない。まあそうだよね。しかし王のことまで疑うと、そなた笑顔の奥に底知れぬ闇があるな。いや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 、王かもしれないって言ってたのはジロームさんですからね。あの、そこのとこ、あの、間違えないでください。ジロームさんが王様も怪しいよって言ってたんですから。はい。じゃあ、まあまあ、こいつは大丈夫だよな。後から来たしね。ほい。ああ、鏡には僕の素敵な顔が映っています。旗を押してやろうか。ルルー、本当にこの中に魔物など、ラララ潜んでいるのでしょうか。でもいるんだよね。あの、皆さんそこに立たれるとね、あの、当てづらいんですけど。君は？ああ。え、ちょっと待って、F 結局いないのこれ。ちょっと待って、今ちょっと、今武器出せる？武器を持ってないと誰が何番か分かんない。M!M! いつ来た M? M ね。はい。M はだって最近来た子だからね。緑の子も最近来た子だからね。え、まさかの、まさかのゼセルさん？まさかのゼセルさんとかどうですか？ああ、よかった。はあ、安心しました。映ってるのは私の顔です。それにしてもこの中に魔物が紛れ込んでるなんて本当に恐ろしいことですね。え、まさか名前のない兵士じゃないと思う。ジローム？ジローム？あえてのミトさんとか？まあジローム行っとこうか。ほい。はっかっか、このわし、この顔はわしの顔じゃ。なんという男がい、なんという凛々しさじゃ。城内の兵士が消えたこと、やはり見間違いではなかった。まったく恐ろしいことじゃ。じゃあ、ミトさん言っとく？いいっすか、ミトさん。まさかな。いや、すごい怖い。何これ、すごい怖いよ。よかったですわ。鏡には私の顔が映っています。指導様の言う通り、仲間を疑うなんて絶対に嫌です。でもこれも仕方ないことなのですね。まあそう、とりあえずそう鏡受けて、潔癖を証明しようぜ。じゃあ、ホホさんもやっとこう。この顔は散々見てきたわしの顔。なんだかまた少しデコが広くなったかの。デコ？どこまでがデコそれ。死体となっておった兵士は夜な夜な暗殺され埋められたのじゃろう。なんともひどいことをするものじゃ。え？じゃあもう名前付きじゃないってこと？結局勝利のお前じゃない？昔から怪しいと思ってたんだよ。おや、映ってるのは自分の顔みたいです。よかった、安心しましたよ。じゃあ、荒くれ。荒くれ。これは映ってるのは自分の顔みたいだ。ふう、驚かせないでくれよ。え、いないの？いるんじゃ、いないんじゃないの？ひょっとして本当に。鏡には、鏡には、鏡には。あ、いった！え、お前だったの？
そんなんわからんわ。あの、お前ちゃんと畑耕してくれてたじゃない。ああ、こいつだったんだ。たくましい化け物の顔が映ってるぜ。しかもあと二人いたんだね。なんと鏡に魔物の姿が映し出された。あ、三人もいたんだ。お、おのれ、そやつが魔物であったが。バレちゃ仕方ねえ、お前たち。死ねば物ともだ。じゃあ死ね。じゃあ死ね。お前よくも俺の兵士 F をやってくれたのもなやろ。もう絶対に許さんぞ。絶対に、ああ、あっという間に終わってしまった。イエーイ。でも、指導は複雑だろうな。よし、魔物やっつけたな。あ、そうでもなさそう。あ、本当にいたわ、ぐらいなのか。おお、魔物を倒してくれたか。まさか本当に人間に化けた魔物が潜んでおったとは、なんと恐ろしいことだ。私たちはあの魔物たちと一緒に過ごしていたのですね。考えるだけでゾッとします。そうだよね。誰がやられてもおかしくなかったわけだからね。何はともあれ、潜んでおった魔物を倒したのだ。これでひとまず安心できよう。しかし、魔物と人間が夜な夜な話をしていたという情報もあります。まだ油断はできません。あー、そっか、まだあっち側の人間。人間だけどあっち側っていうのがいるのか。うん、リオルス、今後も定期的に魔物がいないか調べたい。ラの鏡を預からせてくれないか。ダメだよ。アネッサさんも疑われてるんですから、ダメですよ。そう言うな。私が持っていた方が安全だろ。どうだ、渡してくれるな。いや、ダメだって。ダメだ、これは。ありがとう。大切に使わせてもらおう。このようなことが二度と起きないように。よろしければ、リオル様、亡くなった兵士たちの墓を作り、弔ってあげてくださいね。あの、F の部屋完成ってのは、じゃあ何だったの、あれ、結局。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回試させて。読む。兵士 F の部屋って書いてある。つける、書く、誰の部屋にしますか？一応死んだ子たちも一応名前は残ってるのか、これ結局。M。F が、あ、違うな、さっき死んでた子、この子か。茶色かったもんね。じゃあ F はまだいるってこと？ F の部屋になります。あれ、完成って出ない。完成って出るはずなんだよな、これ。ちょっと待って。すごい、ごめんなさい、本当に なんでここまで F にこだわってるの。じゃあ M にしてみよう。あ、やっぱりな。じゃあ F はいないのか。いないってことだよな。そっか。さっきの死体はどこなの？どこ行った？さっきの死体はどこにあるの？ああ、ここか。わかんないよね。あ、この子だ。この真ん中の子だ。あちゃー、しょうがない、トブラってあげよう。はい、じゃあ墓作っときます。はい、ちょっと待ってね。うん、ありがとう。君のことは忘れないよ。うん、トムラウ。悲しいなあ。悲しいなあ。よし、完成だ。安らかに眠っておくれ。おお、もうこれ以上墓は作りたくないぞ、正直。うん、ギラタイルも完成してるし。で、どうすればいいんだ。ああ、クリアだね。うん、あー、リオロスさん、本当にひどいことが起きてしまいましたね。城の中に魔物が潜んでいるなんて。魔物を見つけたのにかえって不安になったのは僕だけですか。もう何を信じていいか、信じたらいいかわからない。まあそうだよな。あれだけじゃないかもしれないよな、あっちの目論みが。うん、あと指導が映らなかった問題はどうなってるんだろう、みんなの中で。うん、おっと、いろいろあって忘れかけてしまいましたが、飛行兵団の弱点を探ってきたんですね。ああ、そうだ、バギーを作るんだね。うん、ほう、バギバギウムですか。確かにそんなものがあれば空飛ぶ敵に効果があるかもしれませんね。ところでリオロスさん、僕はミトさんの話をしっかりバッチリ聞いていたんですが。あ、ミトさんの話？何？亡くなった兵士の背中にあった傷は兵士の剣の傷だとか。うん、だから兵士の格好されてる時に後ろからやられたんじゃないの？
これって潜んでいた魔物をやっつけてもまだ城内に裏切り者がいるということでは。え、そう？そうなの？あ、じゃあ実際に人間だけど裏切ってるっていうやつがいるってこと？を言いたいのか？敵の弱点は分かりました。まだいるかもしれない裏切り者に怯えつつ、デジロンの設計図を完成させてください。怯えつつ完成させてください。バギマキューブか。何使うんだ？あと2個。あー、風切りの羽とかがり火と魔力の、あー、もう2 必要最低限しか作れないわけだね、うん、2個で十分ってことか。ほー。あー、でみんな何してんの今。あー、ムンブルク様。ムンブルク様ムンブルクは城の名前だな。実際名前なんて言うんだろうなこの人、うん、ムンブルクの王女。公式では名前あるのかな。意外とあったりするんですよね、うん、あの勇者なんだっけ、なんだっけ、フォーがソロ、フォーの男勇者がソロで、フォーの女勇者がソフィアで、でも そっから先はなんか普通に英語だったりするんだよね。エイトの主人公はエイトだったり、ナインの主人公はナインだったりするんだけど、ちょこちょこ名前がある人いるんだよね、うん、テンはテンだし、イレブンもイレブンって名前なのかな。イレブンって名前どうなんだろうな。デジロン完成させよう。あとバギバギューム入れるだけだよな多分。設計図どうなってる。あ、いや、なんか、何かしら足りないぞ。バリケードと、あ、ギラバリケードとギラタイル、あ、じゃあギラタイル入れとこう。そっか、そのために作ってたんだっけ。じゃあギラタイルとバリケード、あ、もう作ってあんじゃん、きっちり。でこれ入れとけばみんなが慌てて取りに来てくれる。そんなこと、おー、そんなこと、あー、いいねいいね、持ってったね持ってったね。じゃあ、あとはバギバギウム、バギバギウム、あー、もうできてんじゃん、早い早い。待ってる間に何か作っとこう。これ時間かかるから、ギラタイルもっと作っとく。9個まあ5個ぐらい作っとこう。で、あとはバギバキューム、これどんな感じになるの。お、でかい、結構思ったよりでかいなんかミシンについてそうな、うん、形してるけど、よいしょ。これ入るの、この箱に入るの。あ、壊さないと入らないか一旦壊して、はい、入りましたね。よし、じゃあみんなの完成を待とうじゃないか。さあ、気持ちも切り替えていかないとな。うん、まあ新しい兵士さんたち増えて、おお、運んでるね。セルジじゃない、ゼセルさんが、あそこなんだね。おお、もう一個は、あ、運んでますね。おお、リックが運んでる。対飛行兵団設計図が完成した。んー、もうわけわかんないなこの迷路いやー、やったぞあれ作できたよの感想指導言ってくれない。あ、もうリックが迷ってるから僕から行くわ。やったー。あ、微妙に話せない、微妙に話せない。いやいや、バギバキュームを置いてデジロン設計図を完成させてくれたんだね。バギマキュームは竜巻を発生させて空中の敵を地面に叩き落とすことができる。これで飛行兵団とも戦えるだろう。ありがたいなぁ。ほんとめんどくさかったからね、飛行兵団は。うん。それにしても大変なことになったね。この城の中に今も裏切り者がいるなんて。ああ、もうほんとにそういうことになってるんだ。裏切り者も気になるが、私はシドのことも気にかかる。彼はどうしてラーの鏡に映らなかったのだ。まあ、人ではなく神様的な何かだからね、うん、指導。君の前では言いたくはないが、彼はどっか他の人間とは違う。どうしても不穏なものを感じてしまうんだ。まあでも逆を考えたら、ビルダーである僕は普通の人間なんだね。そこも正直わからない部分があったから、うん、いずれにしても城の中の人形を信じられなくなることが一番怖いことだ。住人みんなを問い詰めるのも難しい。今は敵が尻尾を出すのを待つしかないね。リックだったりしないのかまだ疑ってるところあるけど。むむ、
これは魔物の気配か。あ、早速バギーがバキュームしますね。バギーがバキュームします。まあ、この辺壊されちゃってるもんな。少し直しとく、敵が来る前に。ここがこう、多分こんな感じで繋がってたんだろうね。で、ここも閉じてたよね。不思議。よし、そろそろ行くか、行くか。っていうか、みんなどこ行った？どこ行った？みんなどこ行ったの？これで帰ろう。もう誰こんな不便な土地作ったの？もうほんと不便。ほんと不便だ、この迷路。あ、そっか。岡村の時みたいに自分だけの専用の帰る道を作っとけばいいんだな。そう。岡村の時はそうしてたもんね。うん、なんで今してないんだ。武器も、武器は大丈夫かな。あ、いや、新人が変なの、変な武器持ってんな。新人？新人ちょっとこっち来いよ。新人なんでそんな上から見てるんだよ。新人？回復兵 A。回復兵って言っても攻撃はするからね。L。で、M。M 頼むぜ。やっはーチャコさんと同じ声だな。よし、やるか。ステーキ食べて。リオルス。ハーゴン軍の連中が迫ってるみたいだ。おそらく飛行兵団とかいう奴らだな。もう匂いでわかるんだな。リオルスよ、わしが壊した手投げ爆弾は作ったか？あれがあれば戦いが有利になるぞ。そんなことはない。あれはどうなんだろうな。でも叩き落とすんでしょ、今回は。どうだ、リオルス。敵をぶっ倒す準備はできてるか？あ、もしかしてバギバギウムに一緒に手投げ爆弾いける？それにしてもリロス、お前が俺にあの鏡を向けた時正直言って悲しかったぜ。いや違うって、空気って、場の空気ってものがあるからさ、あそこでさ、ほら指導だけ照らさないってやるのは怪しまれちゃうでしょ逆に、うん、そういうとこ。おっと、すまない、この話をする気じゃなかった。さっさと敵をぶっ倒すとしよう。リックや姉さんも確かにまあまあ強い。だが俺の方が断然強いぜ。火力はね、火力はある。さあ、じゃあ手投げ爆弾使ってあげようか。ウェーウェー、ほら地面に落ちちゃうもん結局これ。ほらほら、あ、落ちた落ちた落ちた。今だ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 。ギャー、落ちる。ここに、ここに、ここに、あー、いいね、いいね。あ、巻き込んでる、巻き込んでるっぽい。結構な数巻き込んでるっぽい。あー、なるほど、こういう風に使うのか、手投げ爆弾は。お、すごい。何匹相手に巻き込んでるだろう、これ。結構な数巻き込んでるね。もうちょっと前、もうちょっと前。え？もう倒した？あ、どこ？どこ？敵どこ？え、もう敵は見えないんですけど。え、ああ、第2弾、第2弾、第2杯来た、第2杯。おいおい。ギャー、落ちる。あ、ここで必殺、ここで必殺、ここで必殺は気持ちいいぞきっと。どりゃ、おら、気持ちいい。あ、帰ろう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 。僕の定位置はあそこだから。ああ、なるほど、手投げ爆弾やっと役に立った気がするわ。うん、上から、上からホール。上からホール。これいいね。あんだけの数巻き込めるのはいいわ。さあ、第3弾来いよ。あ、来た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 。いいよいいよ。カモがネギショってやってきたぜ。みんな前出すぎだから。なんでバギバキュームのところまで引っ張らないの？ほらほら。ちょっと下がって、この辺。おー、すごいすごいすごい。わあ、いいね。一発で10匹ぐらいは巻き込んでるよ、ほら。ほらほら。クコンコンコン。クジャクな人間たちですね。私が直接その体をついばんであげましょう。さあ、死になさい。あ、スターキメラだっけ。うん。飛行兵団長。いやいやいや、あなたもだってバギには弱いんでしょ。知ってるよ。知ってる知ってる。誰ぞ、誰ぞおられるか。いや、そこまで来てないでしょ、できる。ちょっと定位置、定位置、定位置。
今がチャンスだ。バカなのかこいつら。学んでないな。うい、自慢の翼が。お前らの敗因は一つ、てめえらは兵士 F を殺した。その弔い合戦だ。ほら下に降りたら手なびげ爆弾。やっぱり意味がない、意味がない。あ、倒した、終わった、終わった。いや、手なげ爆弾気持ちいいぞこれ。もっと威力欲しいけどね。うん、イエーイ。あとはデーモン軍団か。あ、痛そう痛そう痛そう。あ、羽に刺さってる、痛そう。グガガが人間め、生意気ですね。素直にやられ続けていれば良いものを。しかしこの程度ではデモ変団には勝てないでしょう、ゴフ。ああ。え、でもデモ兵団ってなんだろう、どこがメリットがあるんだろう。もう飛んできても落とされるし、うん、地面から行ったら燃やされるしね。やったな、リオロス。これで飛行兵団ぶっ倒せたぞ。やりましたね、リオロスさん。やっぱり飛行兵団にはバギバキュームが効いたみたいです。しかし残るデーモン兵団は一筋などではいかんだろう。気を引き締めてかかろうぞ。リオロスよ、デーモン兵団との戦いの前に壊れた城とデジロを修復しようぞ。あれ直して。迷路直してくれ。主君はいつものようにビルダであるわしらに任せるのじゃ。同じはここで待っておれ。そう、あれ直してほしいんだよな、結構。うん、意外と大変なんだよあれ作るの。拠点がほぼ元通りになった。ほぼね、ほぼ。飛行兵団倒せたっせ。あっかっか、どうじゃリオロス、見事修復が完了したぞ。わかんない、こっからじゃ見えない。ぬぬ、あれはなんじゃ。あ、もうデーモン来る。早いね、来ないでよ。ビルドレベル上げられるようになった。このタイミングで作ると、あ、もう来てる、もう来てる、もう来てる。あ、来てるね。何が効かないんだろう今度。あ、でも効いてるね、普通に。効いてる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 。この辺、いや全然効いてるけど、なんだろう、ただ硬い、ひたすら硬い、うん、なんか硬いな。あんまり減ってないな。あ、やっつけた。遊んでるうちにやっつけた。なに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 、みんなみんな、なになになに、抜かされたよ。ふう、なんとか敵を倒せたね。ちょっと待って、僕も仲間に入れてください。僕も。おそらく今のがデーモン兵団だろう。ちょっとデーモン兵団はデインバリアを物ともしない連中だ。一体どうすれば。あはははな、何こいつ。あ、王様下にいてくれた、よかったよかった。もうキング、悩んでおるな、アネッサよ。こんな時どうするか、答えは一つだ。僕一体より、え、悩んだ、寝る、寝て影響を養う、これぞ最高の解決方法である。まあ、あんながち間違っちゃいないけどね。お、王様、これが王の器というものか。アネッサも少しは考えた方がいいと思う。リオロス、これからのことは明日から考えるとして、今日のところは休むとしようか。え、怖いな、また一人二人犠牲になったりするんじゃないのこれ、夜。ほら、クフフフ。よくぞこれを持ち出してきた、褒めて使わそう。ん、悪魔神官様、お褒めいただき光栄です。ここまで兵団を追い詰めるとは、ビルダーも指導とやらもやはり厄介な存在だった。しかしお前の判断は正しい。いくら勝とうと滅びの日は避けられぬ。力は逃れられるのだ。お前の判断？お願いです。どうか、どうかお救いください。アトラス様すぐにお見舞いだ。このままうまくことを進めれば、そなたの願いは叶えてやろう。ん？これやっぱりリックなんじゃないかな。どうなんだろうな。え、でもリックって家族を殺されてるから、やっぱり復讐をしたい気はあると思うんだけどな。ほら、ここでアネッサと二人っていうのがね、怪しい。うん、リック怪しい。リオルス、私は時折考える。信念とはどっから来るものなのかと。
教団の教えは絶対だ。だが絶対的なものは外から与えられるものなのだろうか。戦い続けることがムーンブルクの民の定めならば私は。そうだよ、ジロームさんみたいに50年戦うの嫌でしょ、うん、おい、二人だけで内緒話か。ずいぶん仲が良さそうじゃないか。そういう指導さんはいつもルルさんと仲良くしてるじゃないですか僕を差し置いてねえ。まあいい、リックの野郎が呼んでやがるぞ。忘れてませんよあ、リック、もう上がってきたよ。自分で上がってこない、この子。リオルス、デーモンヘダーに対抗するために次なる魔法兵器を作っていきたい。だけどその前にビルダーの鐘を鳴らしてみんなの力を高めてくれないか。あ、今回は順番通りにいけんね。鳴らしてくれで鳴らすことができる。鐘を鳴らせば新しい仲間もやってくるだろう。敵を迎え撃つ兵力を高めるんだ。みんなの頼みを聞いて物作りのかけらを集めてくれ。そしてビルダーの鐘を鳴らすんだ。まあでもよく考えたらビルダーの鐘を鳴らして来てくれる人って一体どこから来てる誰かもわかんないの混ざってるから、そりゃね、その中にスパイってもおかしくないわな、普通に考えて、うん、ビルダーが鐘を鳴らすタイミングで人が増えることがある、その時に紛れ込むんだみたいなね。じゃあ行くよ行くよ。実際この間のはそうだったもんね。あの農村スタイルの人がそうやって紛れ込んでたわけだし。ビルドレベル4マックス。これでアネッサさんもそろそろ目覚めるんじゃないの。ああもう私はダメだこのビルド欲に耐えられないみたいな。回復兵たちのベホマラーの回復量が上がった。ベホマズンじゃんそんなの。あ、回復、え、あ、ここで来てこの衛兵がいっぱい来た。え、っていうことは王が狙われるってことなんじゃないの、これ伏線だね。え、この衛兵って王の側近なわけでしょ。側近というか近くで守ってる人たちなんでしょ。で、すごいモブの兵士がカカシの上で目立ってるんだけど。たくさんのレシピをひらめいた。お、今回は青がメインだね。この間赤がメインだったけど。石の大円柱、牢屋の壁、牢屋の扉、牢屋が必要になる。これ裏切り者を分かって捕まえる流れなんじゃないか。うん、牢屋ってこのタイミングで。窓飾り、屋根飾り、捕虜、ほらほら、兵士の服。わはは、ビルダーの金の力で皆のものづくりが上がったようだな。捕虜の鎖に牢屋の扉、牢屋の壁をひらめくとは、よもやスパイを入れるために牢を作るのか。あ、まあそうだよね、そう考えちゃうよね普通に。鐘の音に導かれて新たな兵士もやってきたようだ。これでさらに戦えるものが増えたな。そしてアネサさん、あのちょっと心境の変化とかないですか、アネサさん。そして回復兵が使うベホマラの効果が高まったみたいだ。これで体力を大きく回復してもらえるよ。あはは、よくやってくれたな、リオロス。この調子でハゴン軍に立ち向かおうぞ。うへい。ではリオロス、新しくやってきた人たちに声をかけてみてくれ。もうこの人たちはもう普通にもうハーゴン教団、うん、抜けるわなんじゃないのみんな何立ち会わないの、新人さんに立ち会ってあげようよ。